ナムコシステム2。数々の名作を生み出した名アーケード基盤。システムの名が示す通り、このメイン基盤の他に様々な基盤を増設することで、ハード構成を拡張することが可能な、このボードで登場したゲームたちを紹介していこう。システム2は1988年に登場した16ビット CPU を搭載したシステム基盤である。メイン CPU にモトローラ MC68000 を搭載、サブ CPU にも MC68000 が搭載されている。サウンド制御用に同じくモトローラの8ビット CPU6809、 FM 音源 YM2151、 PCM 音源にナムコカスタムチップ C140 を搭載。この C140 は単独でも24ワン音を発生可能で、このチップのみで BGM を奏でることも可能になっている。グラフィック機能はビットマップ画像の拡大縮小回転機能を備えている。またシステム2登場前年の1987年、非常によく似た構成のボードを使用したファイナルラップ2が登場しており、こちらはシステム2に存在する拡大縮小回転機能が搭載されておらず、その代わりにラスタースクロール機能が搭載されている。ファイナルラップ登場時はシステム2の名前が使われていなかったが、後にシステム2ドライバティブハードウェアの名前が与えられ、システム2バリエーションの一つに組み入れられた。システム2は純粋な標準構成の他に、ゲームによってシステムが拡張されていたり、システム2を2枚使用するゲームなど、様々なバリエーション展開が行われた。それでは、システム2で動作するゲームたちを紹介していこう。システム2第1弾として登場したのがアサルトである。拡大縮小回転機能をフル活用した戦車ゲームであり、ツインレバーという独特のインターフェースが用意されている。磁気を中心に背景が回転するという演出も斬新で、マニアの間では高い評価を得たゲームである。アサルト登場後すぐにゲームバランスを変更したアサルトプラスも登場している。オーダイン。システム2第2弾として登場。スカイキッドの流れを組んでいると思われる2人同時プレイが可能なコミカル横スクロールシューティング。こちらも回転機能などを多用し、さまざまな演出を見せている。ゲーム中にショップが登場するなど、どことなくセガのファンタジーゾーンっぽさも感じられる。未来忍者。映画とのメディアミックスで登場したアクションゲーム。システム2のゲームの中でも群を抜いてマイナーな存在であり、評価もそれほど高くはない。他のシステム2用ゲーム同様、拡大縮小回転機能を多用しており、独自の世界観を再現しているが、
ファンの間では映画版の監督天宮啓太に失礼と陰口を叩かれた。メタルホーク、システム2ナンバリングシリーズには入っていない作品。厳密なシステム2でないファイナルラップを除けばシステム2初の大型体感筐体仕様のゲームである。やたらと回転しまくる画面ややたらと機敏に動く筐体により乗り物酔いによる体の不調を訴える人が数多くいたと言われている。フェリオス、もともと強力な PCM 再生能力を誇るシステム2だったこともあり、 BGM のほとんどを PCM で再生するという離れ技を見せつけた作品。これまでに聞いたこともないようなハイレベルなサウンドを聞かせてくれた。ゲーム中登場する囚われのアルテミス王女の声のボリュームがやたらと高く、プレイするのに勇気が必要だったのも懐かしい。ワルキューレの伝説、システム2を代表する作品といってもいいアクションゲーム。ペリオスで聞かせてくれた PCM 全開のサウンドも継承し、その世界観、サウンド、ゲーム性が高く評価された。ワルキューレの後、なぜかシリーズナンバーが与えられなかった通信対戦機能付きダートフォックスが登場。ダートフォックスを間に挟む形でやたらと爆発演出が派手なアクションゲームアーネストアワーが第6弾として登場。システム2用ゲームお得意の回転拡大を多用、3つのボタンを使用することで多彩な攻撃が可能になっている。この頃になると FM 音源が使われているのかすらわからないほど PCM 主体の BGM が鳴り響くようになり、 FM 音源マニアはやや複雑な心境になってきた。バーニングフォース、成長システム2用ソフトとしては意外にも初めての疑似 3D タイプのシューティングゲーム。難易度が恐ろしく高く、クリアにはかなりの熟練を要する。女性が主人公とあり、一見ワンダーモモなどのような色物ゲームに見えるが非常に硬派な作品である。マーベルランド、いかにもナムコらしいファンタジックなキャラクターゲーム。しかしバーニングフォースあたりからいきなり難易度が上がり始めたナムコゲームの流れを組んでおり、非常に高難易度なアクションゲームになっている。それでも久しぶりに一発でナムコのゲームとわかるファニーなゲームとして評価はなかなか高かった。ここでシステム2ナンバリングに入らない作品としてガンシューティングスティールガンナーが登場。このゲームの特徴は何といってもシステム2を2枚使用するという贅沢なハード構成にあり、それ以外は非常にオーソドックスなガンシューティングであった。翌年には続編スティールガンナー2も登場している。九怪道中記、システム2第9弾、妖怪道中記のキャラクターをメインに起用した野球ゲーム。同社の大ヒットゲームファミリースタジアムとはシステムが違い、全く別な作品になっている。システム2では未来忍者と並びマイナーな存在であり、そういえばこんなのがあったな程度の扱いを受けることもあるが、さすがはナムコだけによく練り込まれたゲームである。ドラゴンセイバー、名作ドラゴンスピリットの続編として登場した縦スクロールシューティングゲーム。ドラゴンスピリットの世界観を受け継ぎつつ2人同時プレイが可能になるなどゲームに幅を持たせている。隠し要素でドラゴンスピリットのアレンジ BGM でプレイすることも可能だが、作曲者細江慎二曰く急いで作ったのでアレンジはあまり気に入っていないとのことである。ローリングサンダー2、前作ローリングサンダーは1960年代を舞台にした横スクロールアクションゲームであったが、今回は1990年代に変更。前作から30年近く時が過ぎているが、設定やキャラクターなどがそのまま引き継がれており、辻褄が合わない。ゲームは前作同様非常によくできており、笹生綾子によるアダルティーな BGM も評価は高い。スーパーワールドスタジアム、もともとアーケードで稼働していたワールドスタジアムをシステム2用にバージョンアップした作品。毎年登場し、システム2ではその後92激闘版、93激闘版が登場している。コズモギャングザビデオ、
もともとエレメカであったコズモギャングのキャラクターを使ったギャラガバリエーション。パワーアップの要素が存在し、単調になりがちなゲーム展開を飽きさせない演出が施されている。ラッキー&ワイルド。ドライビングゲームにガンシューティングの要素を加えた疑似 3D アクションゲーム。2人同時プレイが可能で、ワンプレイヤーは車の運転と射撃を兼任、ツープレイヤーは射撃に専念する。車を運転しながらシューティングするというプレイスタイルから非常に難易度が高く、2人同時プレイでやらないとかなりの苦戦を強いられる。全体的にナムコらしさをあまり感じさせないゲームであった。ナムコシステム2のゲームたちを見ていただいたが、懐かしんでいただけただろうか。ナムコ第2期黄金期とも言うべき1990年代にメインストリームで活躍したシステム2は、現在も多くの人に愛されている。現在ではシステム2用のゲームが任天堂 Wii バーチャルコンソールでプレイ可能になっている。あの扱った時代に思いを馳せてみるのも面白いだろう。しかしやはりナムコのアーケードゲームはアーケードでプレイしてこそその進化を発揮されると言ってもよい。あの時代を体験した人たちにとってアーケードは特別な場所なのである。次回のゲームグラフィック TV は、バーコードを数値化し、キャラクターのパラメータを当てはめ対戦する電子玩具バーコードバトラー。ブームを巻き起こし、特定の商品がなぜか売り上げアップするなど、子供たちを中心に愛されたバーコードバトラーを見ていくことにしよう。